皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今年の春、私が最も注目しているカラーがコーラルピンク。ピンクの柔らかさや優しさ、可愛らしさ、オレンジの健康的な印象を混ぜ合わせたことで、コーラルピンクは春にぴったりなカラーです。今年の春はコーラルピンクを取り入れたメイクをすることで、一気にトレンドを抑えたメイクに見えます。今回発売されたキャンメイクの新作が春にぴったりでした。キャンメイク縛りで春メイクを提案させていただきます。キャンメイクの新作が気になる方や、春メイクにシフトチェンジされたい方の参考になれたら幸いです。それでは動画スタート。はい、春は透明感のある肌を意識していきたいので、肌補正効果の高い下地を使用していきます。マーメイドスキンジェル UV の C の01番限定色です。洗顔後一つでスキンケア、 UV、 保湿下地まで完了します。今回の限定色はグリーンです。肌の赤みだったりくすみを取り払う効果があります。肌に透明感、そしてねツヤ感もプラスされます。グリーンではあるんですが、肌から浮きづらくてすごく使いやすいです。で、肌にのせるとジェルから水のように軽いテクスチャーに変わります。みずみずしいんだけどベタつきは抑えた仕上がりです。スキンケアも同時に行えると書いてはいるんですが、私はスキンケア終わった後に使用しています。はい、下地だけでこんなにお肌が綺麗になります。SPF50+ PA は 4+ ではあるんですが、塗っていることを忘れそうなぐらい心地のいい仕上がりです。特に春先が紫外線の量が多くなるので、しっかりと紫外線対策していきたいですね。なんとこちらには歯科成分が配合されています。お肌を健やかに整えてくれる成分です。香りはきつくなく爽やかなハーバル系の香りです。徐々にツヤ感を抑えたマットな肌も人気になりつつあるんですが、やっぱり透明感のある肌は若々しく見えるので、ツヤ肌を作っていきます。全体に重ねると重たくなってしまうので、お顔の中心にファンデーションを重ねます。使用するのはクリーミーファンデーションスティックです。パウダーファンデーションだとツヤが出にくいので、まあこういったクリームとかリキッドファンデーションがおすすめです。ファンデーションをほぼ顔の中心しか重ねないです。そうすることによって自然にお肌に抜け感が生まれます。はい、こんな感じです。隠れなかったトラブルはカラーミキシングコンシーラーを使ってカバーしていきます。今日2時間しか寝れてないからクマがひどいです。クリーミーなテクスチャーで肌なじみが良くて、ね、しっかりとクマなどもカバーできます。気になる赤みとかニキビ、シミ、そばかすなどはベージュを使いカバーしていきます。せっかくのこの透明感のある肌が損なわれてしまわないように、軽くフェイスパウダーを重ねていきます。乾燥肌の方におすすめなのがこちら、シルキーモイストパウダー限定発売です。なんとこちら27種類もの美容成分配合です。しっとりだけどサラサラの保湿ルースパウダーです。肌なじみのいいベージュで毛穴もねナチュラルにカバーしてくれます。でまたねこのパフがね毛が長くてふわふわなんですよ。蓋に出したフェイスパウダーを取って、ね、しっかりと揉み込むことでムラなく均一にフェイスパウダーを重ねることができます。肌当たりが柔らかい。化粧崩れが気になるところに重ねていきます。とってもキメの細かいパウダーだから肌のキメが整うのと、あとね毛穴の凹凸も滑らかに整います。はい、それではアイメイクに移ります。私の大好きなシルキースフレアイズのマットタイプから4番、キューピッドペタルが新発売です。春のお花を連想させるピンクとコーラル系、それに合わせて赤みブラウンとゴールドラメが一緒になったパレットです。アイホール全体にピンク色を重ねます。目が腫れぼったく見える人は範囲を狭く塗り広げるといいです。二重幅よりも広めにコーラルを重ねます。この2色が織りなすカラーがとっても綺麗です。目の際にブラウンを入れ目元を引き締めます。目の下の目尻側にはピンクもしくはコーラルを入れることによりチーク代わりになり、血色感を演出することができます。涙袋にゴールドのラメを入れます。
今年の春は大胆に目元を盛るっていうのが流行りです。今までは涙袋だけとか目尻側だけとかポイント使いで使用していたんですが、今年の春は大胆にまぶた全体に重ねるのもおすすめです。春にぴったりな暖色系のアイメイクに仕上がります。続いて紹介するのは 3way Slim Eye Rouge Liner の2番限定発売です。こちらは透け感のあるシアなオレンジ色です。涙袋の影を入れたり、あとは二重のラインを強調したり、目の際に入れることができます。今回は目の下の際に入れ、アイライナーとして使用します。透け感のあるオレンジが目元を自然に際立てながらも血色感がアップします。続いて紹介する新作はマスカラです。こちらは限定発売のオフスルンマスカラです。ブラックとミルクブラウンの2色で、ミルクブラウンは明るめのブラウンでいい感じに抜け感が生まれ、優しい目元が作れます。ビューラーで上げたまつげをカールロックするだけではなく、2ミリほどの極細の繊維が入っています。まつげを自然に長く見せる効果があります。まるでウォータープルーフマスカラのように、カールキープ力やにじみを防止できるのに、お湯で簡単にスルンと落ちるフィルムタイプのマスカラです。速乾性に優れているので、手早く軽く重ねるのがポイントです。このように繊細なまつげに仕上がりました。アイシャドウに合わせてゲットしていただきたいのがこちら、ミックスアイブロウの9番新色、ピーチティーブラウンです。ピンク眉にすることで自然な血色感が生まれます。また柔らかさや可愛らしさも生まれて、今っぽい抜け感も作り出すことができます。ノーズシャドウを使い、眉の下から鼻の側面のカーブをなぞり、骨格を際立てます。眉頭は鼻の側面からつながる位置に描きます。付属の大きめブラシで自眉を生かしてなぞるようにふんわりとカラーをのせていきます。眉尻は付属のチップを使ってブラウンを多めに取り、しっかりめに描いていきます。眉マスカラも合わせてピンクブラウンを使用します。使用したのはカラーチェンジマスカラです。毛流れを見せる眉が世界的にトレンドです。全体に眉マスカラを重ね終えたら、眉頭は立てるように上向き眉頭に仕上げることで、毛流れを生かした印象に仕上がります。ちょうどこの間ヘアカラーしてピンク系を入れてもらったので、この眉とねすごくマッチします。まあヘアカラーがピンク入っていない方でも、フェミニン感をアップしたい方にすごくおすすめの眉カラーです。続いて紹介するのはクリームチークの22番限定色、みかんシャーベットです。結構ね鮮やかなオレンジに見えるんですが、肌に重ねるとすごく馴染んで、おしゃれな日焼けしたような頬を演出することができます。こちらを顔の中心に重ねていきます。本当はねフェイスパウダーの前に重ねたかったんですが、フェイスパウダーの上からでも意外と綺麗にのりました。横長に入れて日焼けしたような頬でフレッシュな印象を作っていきます。目元をピンク入れたので頬もピンクにしてもいいんですが、ちょっと甘々になってしまうので、目元とは違うカラーを重ねて外すのもおすすめです。最後に新作リップを4色紹介したいと思います。まずはメルティルミナスルージュのティントの7番、ジンジャーオレンジでちょっとね温かみのあるベージュです。重すぎず軽すぎない上品な質感で、オフィスメイクにぴったりなカラーです。落ち着いた上品なメイクをするときやナチュラルメイクにぴったりです。こちらのジューシーリップティントです。5番の新色クラシックフィグ、こちらは鮮やかなローズピンクです。唇に重ねてみるとこんな感じで、上品さの中にも色っぽさも出るローズピンクですごく可愛いです。ジューシーリップティントは透け感のある仕上がりです。カジュアルに仕上げたい時や可愛らしさを演出したい時は薄く重ねます。重ね塗りをすればしっかりと発色させることも可能です。こんな感じでしっかりと発色させると大人っぽくなります。6番のポメロレッド、こんな感じのコーラル系のレッドです。シワ化に近いカラーなので、イエベの方がつけると肌がね白く見えます。はい、こんな感じです。お下品に見えない好印象なレッドです。今回の春メイクで使用するリップはテラコッタベアです。チークに合わせてこちらのカラーを選びます。目元とチークとリップそれぞれ違うカラーを重ねると、カラーが増えることによって奇抜な印象を与えます。チークとリップのカラーを合わせることで統一感が生まれ、落ち着いた印象に見えます。
はい、最後の仕上げにキャンメイクのハイライター N01 番を使って立体感をプラスしていきます。また光が集まることでお肌が明るく見えて透明感が生まれます。はい、こんな感じに仕上がりました。キャンメイクの新作コスメを使ったら一気に春らしいメイクにシフトチェンジされました。まだまだ寒い日は続きますが、ぜひメイクから一足先に春を取り入れてみてください。今回キャンメイクの新作限定が多かったです。気になるコスメがあったらぜひゲットしてきてください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとコメントお待ちしております。セザンヌの新作も今手元にあります。近日公開しますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。